私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。楊正樹賞の料理の腕がどのように成長するか楽しみ賞チャンネルで桜井翔さんの相方をさせていただいています。桜井と相葉へのインタビューの模様は番組公式ツイッターインスタグラムにアップ予定。1億3000万人の賞チャンネルは日本テレビ系にて毎週土曜21時放送。9月17日放送回では相葉正樹が登場。名店レシピでは桜井の相棒として吉高志百合子と共にキーマカレー作りに挑戦。日頃から料理をしている相葉と吉高は野菜のみじん切りから手際の良さを見せつける。トークでは相葉と桜井がスーパーで買い物をする時のある行動を明かすと吉高が驚く場面も。そんな吉高がお酒を飲むとつい自慢したくなるという意外な特技とは？名店レシピ収録を終えた桜井はとても頼りになりましたね。包丁さばきに始まり、相葉くんの料理の手際がとても良かったので、相葉くんがいて心強かったです、と感想を。相葉は、ありがとうございます。名店レシピは今回で19回目なんだよね。初回から変わらないフレッシュさを保っているのは、ある意味すごいね笑い、と言い、そう、しょう。料理の腕前は、ミクロの単位で進歩しています笑い、と桜井。相葉は、そうだよね。ちゃんと進歩しているんだもんね。今後、翔ちゃんの料理の腕前がどう成長していくか、すごい楽しみだね、とコメントした。また、和歌山発、絶景風呂ランキング全国1位になった露天風呂、北海道函館発、日本一に輝いた朝食が食べられるホテル、兵庫姫路発、裸の乗客を乗せる謎のバス、群馬発、道の駅グランプリ全国1位に輝いた大人気の道の駅を徹底取材、大阪発、ホラーすぎる自動販売機、など、シルバーウィークに行きたい宿やグルメ、今話題のスポットまで、秋のお出かけにまつわるとっておきの情報を全国各地から届ける。相葉吉高のお出かけ事件簿には、スタジオ全員が大爆笑する一件も。さらに、特集コーナーでは、ガンバレルーヤが、秋の名物果物狩り。何が一番、元が取れるのか。お検証。ぶどう狩り、桃狩り、梨狩り。その中で、一番元が取りやすいのは、何狩りなのか。美味しい果物を見分ける方法とともに、ガンバレルーヤが、独自にお得情報を届ける。収録後、今回のテーマ、お出かけ、にちなんで、二人で出かけてみたい場所について聞かれた桜井と相葉。どこだろう？あったかいところがいいかな？夏の北海道って俺行ったことなくて、と相葉が言うと、桜井は、夏の北海道、いいよ。ラフティングやったり、川下りやったり、来年の夏、北海道に行こう。二人で行ってもいいし、小峠、エイジ君という、相葉君のお友達を誘って、三人で行ってもいいね。と、ノリノリ。三人でスノボに行ったこともあるので今度は夏の北海道に行きたい、ね。と相葉も賛同していた。また、桜井は、パワーアップ2回目となる今回の放送の見どころについて、相葉君が久しぶりにスタジオに遊びに来てくれて、安心してスタジオでお送りすることができたので、リラックスした雰囲気を楽しんでいただければと思います。とコメントした。今、世間で起きている面白いあれこれを桜井翔局長と共に紐解いていく本番組。この秋からパワーアップし、1億3000万人が知るべき全国の市町村発の旬な情報、時事ネタを届ける全国直送ニュースバラエティに、知ってする全国直送のあらゆるニュースを番組独自の目線で取材。時には、桜井自ら、さらに豪華ゲスト陣が全国各地を飛び回ることも、地元飯チャンネル名店レシピなどのこれまでの翔チャンネルの人気企画もパワーアップし続いていく。明日9月17日21時から放送される桜井翔マックの1億3000万人の翔チャンネルに相葉正樹がゲスト出演。相葉は名店レシピで桜井の相棒として吉高志百合子と共にキーマカレー作りに挑戦する。相葉の
ショーチャンネルへの出演は今回が2度目。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。